キロ OK です。アビラル選手、軽量クリアです。続きまして、ヤン・チャンオン選手、軽量お願いします。次の選手はまた69点用意してて、4です。OK です。チャン・チャンオン選手、軽量クリアです。チャンオン選手、チャンオン選手。じゃあ、両選手向き合ってもらって。はい、それでは正面向いていただいて。アビタン、アビタン、もうちょっと。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして第11試合ヒート対 AFC 日韓対抗戦ヒート MMA フェザー級タイトルマッチを行います。倉本拓也選手、計量お願いします。65.7 OK です。倉本選手、計量クリアです。続きまして優十三選手、計量お願いします。ポジチェ、じゃあパウルちょっと많이나왔어요。응？개무게가많이나와서가지덮겠네。좀늘었나보다。아까전뭐넣은거야？OK です。 65.8 OK です。優秀な選手、計量クリアです。 OK、 ポジ、ポジ、はい、それでは両選手、フェイスオフの撮影を行います。はい、それでは正面向いていただいて。はい、ありがとうございました。続きまして第10試合ヒート対 AFC 日韓対抗戦ヒート MMA バンタム級の計量を行います。それでは、堀友彦選手、計量お願いします。三上選手、スタンドでお願いします。 61.5 OK です。堀選手、計量クリアです。続きまして、ソン・ヒョンジョン選手、計量お願いします。61.4 OK です。ソン・ヒョンジョン選手、計量クリアです。ポジランもし違うじゃん。北里雄選手、フェイスオフの撮影を行います。はい、それでは正面向いていただいて。はい、ありがとうございました。続きまして第9試合ヒート対 AFC 日韓対抗戦ヒート MMA ミドル級の計量を行います。最初に三上ヘンリー大選手、計量お願いします。
84キロ OK です。三上選手軽量クリアです。続きましてジョン・ホチョル選手軽量お願いします。23.8OK です。ジョン・ホチョル選手軽量クリアです。それでは、両選手フェイスオフの撮影を行います。はい、ユータ選手、はい、ありがとうございました。続きまして第8試合、ヒート対 AFC 日韓対抗戦、ヒートキックライト級の計量を行います。まずはじめにユート選手計量お願いします。59.9OK です。ヒート選手計量クリアです。続きましてパク・ジョンジュン選手計量お願いします。OK です。パク・ジョンジュン選手計量クリアです。では両選手フェイスオフの撮影を行います。はい、それでは正面向いていただいて撮影を行います。はい、ありがとうございました。続きまして第7試合、ヒート対 AFC 日韓対抗戦、ヒート MMA ウェルター級の計量を行います。まずはじめに大道翔輝選手計量お願いします。 OK です。大道選手すいません、チャン・ユンソン選手計量お願いします。 77.4OK です。チャン・ユンソン選手計量クリアです。ではフェイスオフの撮影を行います。はい、それでは正面向いていただいて撮影を行います。はい、ありがとうございました。続きまして第6試合、ヒート対 AFC 日韓対抗戦、ヒート MMA ライト級の計量を行います。平山岳選手計量お願いします。 70.2OK です。平山選手計量クリアです。続きましてソン・ミン選手計量お願いします。70.5OK です。ソン・ミン選手計量クリアです。はい、それではフェイスオフの撮影を行います。はい、ありがとうございました。続きまして第5試合、ヒート対 AFC 日韓対抗戦、ヒート MMA フライ級の計量を行います。アクセル亮太選手計量お願いします。アクセル選手計量クリアです。メバリを挟んで、はい、メバリを挟んで、挟むというか、またいでもうたよね。はい、はい、続きまして張ジュゴン、ジュンゴン選手計量お願いします。OK です。ショウ・ジュンゴン選手計量クリアです。あれ後ろ
それでは、ベースショップの撮影を行います。あ、そうですね、何でもしてます。いや、行った時びっくりしたんで極真かなんかのことですよ。はい、それでは正面向いていただいて撮影を行います。テープを挟む感じでお願いします。以上、日韓対抗戦8対8の計量全員。안녕하세요 AFC에서 シャーベル끼고있는조준군이라고합니다。FC で試合で出る조준군です。明日の意気込み的なものを一言もらってネイレです。한일전인만큼누구보다멋진경기보여드리도록하겠습니다。감사합니다。明日、日韓対抗戦誰よりもかっこいい試合します。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは、張順門選手と対戦しますアクセル亮太選手、一言お願いします。ロータス世田谷のアクセル亮太でいます。明日は格闘家としても日本人としても、負けられない一戦だと思うので、気持ちの入った試合をして、必ず勝ちます。勝ってつなげます。よろしくお願いします。ね、極端があるほど、有望になるほど、いげいげつんだ。はい、続きまして日韓大学さん、ライト級の一戦です。まず孫敏選手より、一言お願いします。예안녕하십니까팀메드소민입니다내일히라야마선수가좀그래플링영역이좀자신있어하는선수인걸로알고있는데저도그래플링영역이엄청자신있거든요전면돌파로그냥박살내버리겠습니다히라야마선수多分그래플링相当強いんじゃないかと思うんですけども僕も自信あるんで明日그래플링で僕をここにします。はい、それでは対戦する平山岳選手をお願いします。はじめまして、平山です。ヒート参戦となります。よろしくお願いします。孫敏選手、若くてとても、息のある選手だと思うんですけど、自分も負けないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。저희모소지금기세있는선수는알고있는데아저도힘내겠습니다감사합니다それでは大道翔輝選手、一言お願いします。チームテッドの大道翔輝です。名前なんですかね。何て呼ぶんですか。チャン・ユンソンです。チャン・ユンソン選手、明日しっかり殴り合いましょう。ねえ、ねえ、サウ、サウジャン치고받자입니다제대로싸워보세요치고받자입니다네안녕하세요네이번에싸우게된장윤성선수고요내일재밌고멋있게싸우겠습니다아시아단호식시작するんでお願いします。はい、ありがとうございました。それではこの全3試合の感想なり展望なりを両団体より一言ずつお願いしたいと思います。まず最初に、FC 代表、マクホジュンさんより、一言お願いします。이 3, 그 3경기에그감그좀오그감감성네どういう試合になるかとかそういうあれをお願い総評お願いします。어떤그시합이되는지좀위경원에좀말해주시면감사하겠습니다제가그냥얘기하겠습니다 자안녕하십니까 FC 대표박호준입니다こんにちは AFC 代表の박무진입니다아이렇게오늘그히트와 AFC 가한일대항전을하게되어서너무기쁘고2차전인만큼열심히하도록하겠습니다네このように AFC とヒートでこのように韓日対抗戦ができて嬉しいです。그리고오늘개차량을하고있는히트선수단그리고 FC 선수분들
모두다고생많았습니다ヒートの選手たちです。そして FC の選手たち、本当にお疲れ様でした。더불어여기시무라대표님께너무감사하다고말씀을전해주세요시무라대표님本当にありがとうございます내일드디어한일대항전2차전이내일시작이됩니다제가알기로는오후3시맞죠그 FC 유튜브채널에서생중계를할것입니다明日の2回目のこういう韓日対抗戦の生中継は明日 FC の YouTube でもやるつもりです한일대항전인만큼저는바라보고있는것은우리히트뭐일본선수나한국선수분들이내일최선을다하는그런모습들이되게중요할거라고생각을합니다한국의선수も日本の選手も明日もう全力で試合に臨んでくれることを願っております물론일본에서시합을한다고해서뭐심판분들의뭐채점이문제가되거나그러지는않을거라고저는생각을합니다日本で試合をするんですけども審判の方たちの採点に何か言うことはないかなと思いますが公正な審判채점을부탁드리겠습니다公正な審判のジャッジをお願いいたします더불어우리한국선수분들한테당부의말씀을전합니다次に韓国の選手たちに一言言いたいかなと思いますじゃあ반드시자반드시전승을기원합니다絶対に絶対に全勝したいかなと思っておりますありがとうございます続きましてヒートエグゼクティブプロデューサー志村民夫より一言お願いしますこんにちは志村ですまた韓国の選手また代表遠いところ、ようこそ日本に来ていただきましてありがとうございます。お疲れ様でした。韓国本当に感謝합니다。前回はですね、もう本当に韓国での日韓対抗戦はですね、まあ正直な話完敗というかですね、まあほぼやられた。2勝6敗でしたかね。非常に日本軍がですね、やられてしまいちょっと残念だったんですけれども。第2回目の今回のですね、対抗戦は、この間よりは、非常にレベルの高いというか、ちょっと、前回レベルが低いというわけではないですけれども、ちょっと急なこともありまして、今回はですね、ちょっとファイターをいろいろと選んで、今回はいい試合ができると思いますので、ぜひ日本選手もですね、前回の課題を取っていただいて、いいと思います。名前を打ってほしいと思います。초번에는 이승윤배 거의 완패를 해버려서 이제는 그 더 강한 파이터들을 골라서 이제 경기 할 거라서 더 멋진 시합을 하겠습니다. とにかく ヒートもですね、FC も プロのファイター、もうそれにこだわった団体だと思いますのでね、ぜひ明日はですね、本当にプロらしいいいファイトをですね、観客の皆さんに見せてほしいと思いますまたタイトルマッチもですねキックもですね、MMA もありますのでぜひ明日は、いい試合を期待しております皆さんよろしくお願いしますヒートへ선수들도プロダウンシャープ할거라서観客들한테멋진모습을보여드리겠습니다감사합니다以上ですありがとうございました何か、ご質問のある方いらっしゃいますか질문이있으신분있나요 AFC 킥복싱을60kg에출전하게된박동준입니다내일을위해서다들똑같겠지만많이준비한것만큼열심히노력한만큼한해전인만큼화끈하고멋진경기보여줘서꼭승리하도록하겠습니다明日、みんな同じかもしれないけども、明日、韓日戦なので絶対に勝つ試合を見せたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、それではパク選手と対戦するユート選手一言お願いしますこんにちは、ユートです
今回試合ここでするのに自分の中で結構大きな決断をしてきました。簡単には負けてないと思ってます。頑張ります。君教師の箱はそう空気湿気는지지못다고해서모친경기보여드리겠습니다。はい、続きまして、めいめいミドル級、チョン・ホチョル選手、一言お願いします。안녕하십니까 AFC 미르크샷팀에대한조롭철입니다상대의선수가저보다키가크고일단저잘생긴얼굴좀제가좀뭉개줄필요가있을것같아가지고피가좀포기좀해야될것같습니다이렇게집에서각오하는게좋을것같아요정확하게전달해주세요明日戦う相手の選手が、まあ、囲って技術もある、まあ、木も高くあその身長も高くてイケメンだなと思うので、まあ、明日本当に自分が勝てる試合をしたいなと思っております。お願いします。はい、それではチョン・ホチョル選手と対戦する三上ヘンリー大地選手をお願いします。はじめまして、三上ヘンリー大地と申します。チョン選手、先ほど個人的にお挨拶させていただいて非常に礼儀正しい方だったのでリングの外ではお互いにこう健闘をたたえ合うような感じなんですけど、リングの中ではグローブタッチなしでっていう約束をしたのでそこはちょっとガチンコで勝負して自分の実力をちょっと確認してみたいなと思っておりますので、どうぞチョン選手よろしくお願いします。皆さんもよろしくお願いします。아까이상인상은약간게이브하르신분이라고그생각을하는데링안에서는그블록타지없이할거라서뭐박살내도록하겠습니다。네감사합니다。はい、それでは MMA バンタム級で対戦するソン・ヒョンジュン選手、一言お願いします。안녕하십니까 AFC 벤타급파이터ソン・ヒョンジュン이라고합니다。상대가베테랑으로알고있는데내일맛있게잡아먹고한국으로돌아가겠습니다。相手の選手ベテランなので、まあ美味しい試合をして韓国に帰ろうかなと思います。お願いします。それではソン選手と対戦する堀友彦選手、お願いします。明日せっかく、僕の年齢の半分ぐらいの子が相手なんで、まあバチバチに殴り合ってみて盛り上げて勝ちたいと思います。お願いします。좀멋진경기를하고돌아가도록하겠습니다。이토킨크 MMA 회자큐타이오자결대전히토킨크미들큐타이틀매치의기자회견을오픈합니다。それでは、それぞれ選手より一言ずつお願いします。まず最初に、ヒート MMA フェザー級タイトルマッチで対戦するユージュサン選手、一言お願いいたします。はい、AFC フェザー級チャンピオンユサン입니다。もう내일、재밌고、그런、スパリング하러왔기때문에、시합이아니라、スパリング하러가고、돌아가겠습니다。明日楽しく、まあ、スパーリングやる気持ちでやって帰りたいかなと思います。お願いします。はい、それではユージュサン選手と対戦する倉本拓也選手、一言お願いします。志村道場の倉本です。今回、前回負けちゃってるんですけど、今回タイトルマッチさせてもらえるということで連敗もできないのでしっかりと勝ってそこに置いてあるベルトを僕がもらいたいと思います。저번에저버렸지만이번엔이기고그벨트를입고가겠습니다。はい、それでは続きまして、ヒート対 AFC 日韓対抗戦の、対象戦でヒートキックミドル級タイトルマッチを行う両選手より一言ずつお願いします。まずはじめにヤン・チャンウォン選手、一言お願いします。안녕하십니까이번에 AFC 소속으로히트미드급타이틀매치에도전하게된양창호선수입니다。뭐내일상대가어떤선수가있건제스타일로사뿐히지르말고한국돌아가서집밥맛있게먹도록하겠습니다。明日
相手がどんな人かは関係なく自分のスタイルでやって、で帰って美味しいご飯食べたいかなと思います。はい、それでは続きましてヤンチャンオ選手と対戦するハビラル・ヒマラヤン・チーター選手お願いします。オスセナドーゾ所属の、ヒートミドル級王者のハビラルです。自分はネパール人なんですけど、明日は一日日本人の心を持って、3回目の防衛戦をしっかりしようと思います。オス、저는ネパール사람이지만일본인의마음을갖고내일은세번째방어전도전하도록하겠습니다。オス。はい、ありがとうございました。それでは対抗戦、8対8の全選手のコメントをもらったところで、全体の統括を両代表より一言ずつお願いしたいと思います。まずはじめに AFC 代表パク CEO より一言お願いします。あ、今回全体選手分들의마음그마랑고나기세대소다전병전병을말해주시면감사합니다。저희 AFC 선수분들은이런 것 같습니다。최선을 다하고, 일단 최선을 다하고, 우리 윤상 AFC 챔피언은 지금 통합 히트랑 타이틀 전까지 다 하는데 가벼운 마음으로 스파링을 하겠다。그리고 또 우리 UC 그 히트 지금 타이틀 전을 하고 있는 우리 AFC 선수도 마찬가지로 정말 최선을 다해서 다 하겠다。나머지 우리 선수분들 인터뷰 하는 거 보니까요되게자신있는모습인것같습니다。내일멋진모습기대하셔도될것같습니다。네、AFC 의韓国の選手たち、ここまで聞いてきて本当に全身全霊を尽くすと言っていますし、今日の、インタビューも見て明日期待してもいいかなと思うので、明日期待して待っていてくれたら嬉しいです。続きまして、ヒートエグゼクティブプロデューサー、志村より一言お願いいたします。前回ですね、ミドル級の、ヒートの MMA のベルトが、FC の方に渡ったということで、負けたんですけれども、今回2つのですね、王座決定戦とタイトルマッチがありますが、これは絶対にですね、渡すわけにはいかないというふうに、思っております。ぜひ明日、ミドルの先ほどね、選手もいますけども、今後ヒートもちょっとベルトの方の悔いが多いもんですから、来年からはそれをずっと埋めていく回戦も多くやっていこうと思いますし、またAFC さんとはですね、あと2回大会が残っている契約になっております。今後韓国行くのか、また日本でやるのかまだ決まっておりませんけれども、とにかくこうやって日韓対抗戦がタイトルマッチができるということを非常に今喜んでおりまして、明日は本当に、いい試合になることを、確信しております。よろしくお願いします。オス、네、초보엔전초보에서오그란교가벨트에대해서도오그란교가였지만내일은정말멋진경기를기대하고있습니다。그리고아직 FC 랑그계약이남아있어서아직한국에서열릴지좀결정안나온건있지만그래도일단내일전결과기대해주시면감사하겠습니다。 FC 대표님이대표님께서한마디지금하겠습니다。저희가2차전이거든요。한일대항전이2차전인데1차전때정확하게6승2패였습니다。今回2回戦目なんですけども、1回戦目、6勝2敗でした。제가일본기자님한테인터뷰를했는데차라리그냥일본2차전은그냥 차라리6승을가져가시고저희가2패를하겠다라고그렇게얘기를 인터뷰를한것같습니다。그의도는뭐냐면진짜뭐저희들이뭐패를하겠다라는뜻이아니라우리선수들이만약에진다라면더강해질거라고저는생각을하거든요。안그렇습니까물론이겨야되죠 100%。
하지만그만큼저는자신있습니다아까다시한번얘기했지만은온내일의경기는좋습니다뭐6승뭐2패뭐 그런결과가나오더라도아마우리선수들은더강해지지않을까하지만은그렇게얘기를했지만은마찬가지로이번에는7승1패로우리가압도적으로이기지않을까그렇게또점쳐봅니다설명가능하시겠죠 네, 네この前日本のインタビューでは6勝2敗もしたので今回の日本の大会ではもう日本側が6勝してもらって、まあ、自分たちが2敗になることも、まあ、ことであってもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そうなった場合本当に、まあ、負けというものを踏まえて韓国の選手たちがもっと強くなるんじゃないかと確信していますし本当に負けてもいい試合ではないんですけども、まあ、本当に明日、まあ、絶対に勝つという気ではあるので、まあ、7勝1敗ぐらいの気持ちで今います그리고아까얘기했던내년에대한계획의히트와 FC 가다시하는거에대한질문맞죠来年ヒートと FC 가やるって質問あってますか저희는얼마든지우리시무라대표님이또긍정적으로뭐내년에도똑같은한일대항전3차전4차전을그렇게한다면은하자고한다면뭐기꺼이감사하게또하도록하겠습니다네맞습니다 AFC 와뭐本当に 3回戦でも4回戦でも AFC とヒートを本当に韓日戦でもやっていただけるなら私は喜んでやりたいと思います마지막으로히트우리시무라대표님너무너무이렇게초대해주셔서너무너무감사합니다最後に、志村代表本当にこのように招待していただき本当に本当にありがとうございます。タイトルマッチの4選手にお伺いします。対戦相手の印象とどういうふうに勝ちたいか教えてください。タイトルめっちゃん、ねぶん、そのつぶんだなんて中央にいるんで、おつけ、いぎごしぷんじ、このチームなごしぷん。はい、それではユージュサン選手よりお願いしますでは、イサンイラっていう제가한번질문해도됩니까진짜로어떻게저를이길생각을하고있는지궁금하거든요한번물어봐주세요僕に、まず質問なんですけどもまず僕にどうやって勝てるのか、なんかイメージとかあるのかなっていう質問ですで、倉本選手お願いします僕は、まあ打撃で勝とうかなと思ってます。저는타격으로이기려고합니다。알겠습니다。わかりました。はい、続きましてヤンチャンモン選手お願いします。뭐크게신경쓰고있지않고요그냥빠르게경기끝내고그냥빨리집에가고싶습니다그래서그냥멋있는모습화이팅을보여드리고상대선수를좀빠르게쓰러뜨리고들어가고싶은목적이있습니다特に考えてることはないんですけど早く勝って早く家に帰りたいかな思っておりますそれでは日本ヒートチームの方一言ずつお願いしますまずはじめに倉本選手お願いしますまあ、相手の印象は、まあ、打撃も寝技も全部できるかなという印象ですねでも、まあ、僕がさっき言った通り打撃でしっかりとしたいと思ってます3年前インさんあたちゃらぬんで赤マランゴチョロン他局로言いごしすんだはい続きましてアビラル選手一言お願いしますそうですねどうやって、まあ、相手の印象は、まあ、自分よりなんかちっちゃいし、まあ、思ったよりちっちゃくてなんか自分に気を負けしてる相手にも負けてるんであと、まあ、相手にならんかなって明日はまあしっかりなんか早く勝って早く帰なんで早く帰りたいって言われてるんですけど、まあ、早く気をして早く帰らせてやろうかなって思います3대방인상은첫보다기도잡고
ホセド제가이름을갖대서아빨리집에가고싶다고하니까빨리그녹다운시키고집에돌아가게하겠습니다감사한다고얘기해요한마디아네어그래알겠습니다わかりました他に何かご質問のある方いらっしゃいますか、はい、ちょっと日村代表にちょっと一言質問させていただきます、はい、昨日もちょっとあのパク代表のインタビューの中でちょっとベトナム大会を一緒に作りましょうっていう提案があったとは聞きましたけれども、それに対してどういうお考えなのかをちょっと聞かせていただきたいです。日村대표님께그질문이있는데베트남대회를생각하시는것같은데어떻게생각하는지はい前回のですね韓国大会の時にちらっとその話は聞いたんですよ。でベトナムのホーチミンの方でっていう話をまあちらっと聞いたんですけれども、いや別にベトナムのホーチミンでやるということは全然可能だと思います。베트남호치민에서대회열리는열릴것은가능하다고생각을합니다박훈대표님도한마디해주시죠거기에대해서그베트남호치민이시무라대표님이오시면되게좋아할게많습니다、네、베트남호치민이시무라대표고라리따라스키마코노마레르모노이카나도오모토리마스뭐내년에는그호창그랜드호텔에서뭐베트남대우리뭐한일뭐한배그다음에일이되겠죠그렇게해서뭉쳐서이렇게해도괜찮지않을까그런생각을합니다 네, 네 호창그랜드호텔에베트남의호창그랜드호텔에막저희가니시타이가니시생근데뭐오실까나